おはようございます。ドライトニュースの時間です。 Java 版マインクラフトに大型アップデート、ビレッジ&ピレッジがついに配信しました。バージョンは 1.14 です。パンダやピレッチャー、村や村人の変更、新ブロック、タイガバイオームの新要素など様々な変化がありました。すべてを紹介すると長くなりますので、統合版に来ているアップデート内容については省きます。統合版とほぼ同じなので、統合版のバージョン 1.8 から 1.11 までの動画をご覧ください。統合版にはまだ来ていないアップデート内容や Java 版特有であろう内容について紹介します。まずは Java 版にキツネが登場しました。統合版ではまだベータ版にも登場していないキツネを見つけることができます。これはタイガバイオームの新要素になります。現場のドライトさん。はい、こちらは Java 版のマイクラでバージョン 1.14 が正式リリースしているワールドです。キツネが登場するとのことでタイガバイオームに来ております。あーっと、いました、キツネです。とっても可愛いですね。尻尾が太く短足で生意気そうな顔をしております。あっと、キツネが寝ております。寝顔が可愛い。村人は寝るとき目を開けたまま寝るのに、キツネはちゃんと目をつむります。キツネは夜行性なので昼はほとんど動きません。夜になると活動をします。キツネはプレイヤーが近づくとウサギと同じように逃げます。キツネの好物はこれもタイガバイオームの新要素のスイートベリーです。これを与えるとハートが出て繁殖ができるようになります。そしてキツネの弱点がありまして、狼が近くにいると怖くて逃げてしまいます。ただキツネはすばしっこいので狼は簡単に倒すことができません。逆にキツネはウサギを追いかけます。そして捕まえて倒してしまいます。そしてキツネは落ちているアイテムを加えて盗むので、アイテムを落としてしまった場合は気をつけましょう。倒せば返してもらえますが、すばしっこいので難しいかもしれません。こちらのスイートベリーもこのように盗むので、こちらも気をつけないといけません。そして雪のタイガには先ほどのキツネとは違う白キツネが登場します。これもまた可愛いですね。先ほどのキツネと内容は一緒です。現場からは以上です。続いてのニュースです。高さ 1.5 マスでもスニークをすれば通り抜けることができるようになりました。さらにあることをすると1マスの高さまで通り抜けることができます。はい、このように天井がハーフブロックとなっていますが、こちらは普通に歩いても通り抜けることができませんが、スニークをすれば通り抜けることができるようになりました。これはもしかしたら統合版にはない機能になるのではないでしょうか。さらにピストンで頭を押してもらうと匍匐前進のような状態になり、1マスの隙間さえ通り抜けることができます。泳ぐモーションになっていますが、まさかの匍匐前進です。もしかしたらいろいろ脱出ゲームに使えるのではないでしょうか。以上、現場からでした。以上、 Java 版マインクラフトの統合版には出ていない内容を紹介しました。ほとんど統合版で紹介しているので、気になる方は統合版マインクラフトのアップデート情報をご覧ください。パンダや新ブロック、ピレッチャー等の新しい情報の内容はほぼ一緒です。その他ご意見等ありましたらコメント欄へお願いいたします。それでは良い一日を。